はい、どうも、ケモイです。今回なんですけど、2019年11月15日に発売された、スターウォーズジェダイフォールンオーダーの、クリア後最速レビューということでやっていきたいと思います。まあ、あのね、11月15日発売ということで、あのポケモンのね発売日と被っていて、かなり情報が書き消されてしまっているのに加えて、あの直前で発売されたデスストランディングに話題をかなりかっさられちゃっていて、全然ね、こうなんかゲーム、そんなの出てたんですかみたいな、そんな感じで思ってる人たくさんいると思うんですけど、めちゃくちゃ面白いゲームだったんで、ぜひ聞いていってもらえたら幸いです。でね、あのどれぐらい面白いかって言われるとね、あの俺今までずっと今年一番の名作はセキロだセキロだって言ってて、で、デスストランディングをやって、デスストランディング、セキロン並んだなと思ったんですけど、このゲームやってちょっと変わりました。スターウォーズ、ジェダイ・フォールン・オーダーが今年、俺の中で一番のゲームにちょっと輝き出ました。まあ、あの、スターウォーズ、俺めちゃくちゃ好きなんだけど、まあ、その、なんだろうな、ファン目線の評価を差し置いてもめちゃくちゃ面白いゲームだと思うから、気になってるって人はぜひね、手に取ってもらいたいなって思うゲームでしたね。じゃあまずどんなゲームかっていうところから説明しますと、戦闘部分が赤色で、なんか探索とかがアンチャーデッドで、あと移動とかがなんかトゥームレーダーとか、あとどちらかっていうとアサクリとかそっち系かなっていう、最近流行ってたゲームのいいとこ取りしまくったゲームっていう感じで、それがスターウォーズの世界観に乗っかってるっていうようなイメージ。でまあね、直近のスターウォーズのゲームで言うと、バトルフロント1とかバトルフロント2が出てたと思うんだけど、まああれって結構オンライン専用のゲームで、自分がねストームトゥルーパーになるみたいな、そういう設定のゲームだったんだけど、今回はもう完全に最初から最後までジェダイを操作することになります。なのでもう終始ライトセーバーを振り回すし、むしろ武器はライトセーバー以外ないので、ほんとライトセーバーとフォースを使いながら進んでいくっていう感じの、赤狼みたいな感じ。まあ戦闘のシステム赤狼って言ったんだけど、どこら辺が赤狼かっていうと、まあその敵の攻撃に合わせてパリするだとか、まあ弾きだよねとか、あと一応ねソウルライクっぽいシステムになってて、そこまでがっつりではないんだけど、まあ死んだらそこまでで稼いでるなんかスキルポイントみたいなのがロストするみたいな、そういう感じで敵を倒すというか、敵に攻撃を当てると回収できるみたいな、まあそんなシステムになってます。でそのアサクリとかの移動も入ってるって言ったけど、すごいね、なんつうのかな、いろんなとこに行ける、マップ上のいろんなとこに行けるし、自分のそのなんだろう、身体能力を活かして、どんどん行けるところが広がっていく感じ。最初とかは二段ジャンプできないんだけど、だんだん後半になるにつれて二段ジャンプとかができるようになってきて、行けるところが増えていくみたいな。とか、あとなんかこう壁をタタタタタッつってこうなんか走っていったりだとか、まあそこら辺いろいろアクションが入っていて、その移動に関してのアクションもすごく多い。で、難易度の話をちょっと先にしとこうと思うんですけど、難易度は結構なんだっけ、4段階ぐらいから選べて、もうストーリーを楽しみたい人の超甘々設定の、難易度とか、あともうそれにちょっと肉を付け加えみたいなぐらいのちょっと甘い設定と、ノーマルと、ハードベリーハードみたいな、まあそんな感じの多分4段階だから5段階ぐらい難易度があって、なんで結構誰でもとっつけるようにはなっているっていう感じで、ゲームのプレイ中にいつでも難易度変更できるんで、まあ詰まったらもう難易度下げるとか、まあそういうプレイもできなくないんで、なんだろう、ゲームが苦手な人でも、スターウォーズが好きっていうだけの人でも楽しめる内容になってると思います。でまあ俺これなんでこんなに俺が絶賛してるのかっていうと、スターウォーズまあ好きなんだけど、ここ最近のスターウォーズ3部作およびスピンオフ作品、ローグワンから始まるスピンオフ作品、軒並みクソで、もう見てられなかったんだよね。もう見るのが辛いレベルだったんだけど、だからもう新しいね、来月始まるスターウォーズエピソード9も、あれもちょっともうどうかなって思うんだけど、なんだろうな、俺の中でかなりスターウォーズっていうコンテンツが終わったものだと思ってたにもかかわらず、ここに来てここまでめちゃくちゃスターウォーズしてくれる、なんだろうな、もうコンテンツが出てきて、まあ、それがゲームだったっていうのがめちゃくちゃ嬉しい。でまあ、ここからどこがこのゲーム良かったかなっていう話をしていこうかと思うんだけど、まずね、アクションが秀逸すぎる。本当に簡単な操作でもすごく派手なアクションが出せて、ライトセーバー振ってるだけで本当に気持ちよくて、ジェダイになった気分になっちゃうんですよ。いや本当にストームトゥルーパーをね、そこら辺にいるストームトゥルーパーをただただライトセーバーで切りつけてるだけですげえ気持ちいいんですよっていう、そんなねところから、逆にすごい強い敵とかのその一騎打ちみたいな、赤狼的な感じの勝負よ。もうその敵が降ってくるのを待つみたいな、
で弾いてそこから追撃をかけていくみたいな、そういうあの熱い読み合いがある戦闘もあったりして、あのうまいなと思ったのが、俺らをその気持ちよくさせる、あの敵を、雑魚敵を倒してあの気持ちいい感覚にさせる部分と、あとめちゃくちゃこう手応えを作る部分、あのそのボスとの一騎打ちとか、そういう部分のメリハリがすごくうまいなと思っていて、でそこに関してはめちゃくちゃ良かったです。で、ストーリーなんだけど、このゲーム、もう正当なスターウォーズの歴史の1ページになってるかなっていう風に思ってます。まあ、どこの話かっていうと、ルークとかが、このジェダイになる前だよね、多分ね。あの、オーダー66みたいなやつ。あの、ジェダイを全員殺しましょうみたいな。まあ、そんな動きが、あの、銀河であって、で、それに伴って、まあ、師匠とかを殺されてしまった、パダワンが主人公です。で、そのパダワンが、そのジェダイの痕跡をたどりながら、ジェダイをまた再建したい、みたいな、そういう内容の、ゲームです。結構ストーリーの中にも、まあ、俺らが結構慣れ親しんでいる、スターウォーズのキャラクターの名前だとか、まあ、ね、あまり深くは言わないけど、あまり深くはちょっとネタバレになっちゃうんで言わないけど、まあね、あいつとか、あいつとか、なんか出てきたりだとか、まあ、そんな感じになってます。まあ、だから映画の、あの、時系列で言うと、スターウォーズエピソード3ぐらいの後なのかな。なので、ストーリーはめちゃくちゃスターウォーズしてます。なんなら最近の映画よりもめちゃくちゃスターウォーズしてるんで、そこは間違いなく外さないんで安心してもらって大丈夫です。で、そのストーリーの見せ方なんだけど、めちゃくちゃうまいと思った。このゲームのすごくいいところは、あの、カットシーン、ムービーのところとプレイの部分の境目が、なんか、あんまよくわかんないことになっていて、なんか、本当に映画みたいな感じでやってるような感覚なんだけど、でもプレイしてるみたいな、そんな感じの、ちょっと変わった体験ができると思います。で、まあ、結構ね、ムービー自体も多い方のゲームなんじゃないかなっていう風に思っていて、ただそのストーリーというか、ムービーも、の出来も良くて、めちゃくちゃ迫力あって、で、もう、これ、映画超えてんじゃねえかなって、思うレベルのムービーだとか、あと、それこそ自分が操作してる中でも、もうすごいことになるんだよね。なんていうのかな、マップが本当にすごいことになってたり、なんか、とにかく迫力がすごい。なので、まあ、ストーリーはともかく映像としてもマジで秀逸。だから、全然飽きないね。で、まあ、俺が結構好きなタイプのゲームだなって思ったところが、最後の最後まで新しい要素が、解放されていくみたいな。まあ、デスストランディングもそうだよね。進めば進むほど新しいなんかガジェットとか、新しいそのフォースの使い方とか、まあ、そういう感じのものが増えていくわけですよ。だから、なんか、途中で全部解放されて飽きることはなくて、もう徐々にできることが増えていって、その中で、なんかバトルの、いろんなやり方が増えたり、戦闘の幅が増えたりだとか、あとマップも行けるところが増えたりだとか、まあそういう感じなんですよ。だから、なんだろうな、進むことが楽しいというか、新しい発見が、まあ、随時生まれる感じ。あれは本当に楽しいなって思った。このゲームかなり探索もできるようになっていて、まあなんだろうな、いろんなところ探索したい人にとってはすごくワクワクできるようなゲームだと思います。で、まあ何がかっていうと、まあなんだろうな、昔ってマップがバカ広くていろんなところ行けるっていうのが大正義みたいな、そういうオープンワールドの風潮があったんだけど、最近は徐々に、狭いマップの中でどれだけ密度が、あるかっていうところがすごい評価されてくる、ようになってきました、ゲームがね。それで言うと、このゲームが本当それのテンプレみたいなゲームで、本当にマップの密度がすごい。よくここまで、この狭いマップにいろいろ詰め込んだなっていう印象で、マップの数もそこまで、まあ、惑星の数もそこまであるわけじゃないんだけど、密度が本当にすごくて、その進んだ先で新しく得たそのスキルとかを使って、一個前の惑星に戻って新しいところに行けるみたいな、とか、まあ、そういう感じで、なんだろうな、新しく行けるようになる場所をどんどん探していくみたいな。で、それにあたって、マップがかなり高機能で、まあ、こっから先はまだ探索してませんよ、みたいな、マップがあったりだとか、あとこの先は逆にもう今の現状では行けませんよだとか、ここは新しく得たスキルで行けるようになりますよみたいなのが全部マップに出てて、若干最初マップ使いづらいなと思ったんだけど、めちゃくちゃよくできてるマップでした。なんでかなりね親切な作りになってると思います。いいところで言ったらそんな感じです。まあ、他にもいいところたくさんあるんですけど、まあ、そこら辺は今から話すちょっと雑談パートっぽいところでまあもろもろ話していこうかと思います。でまあ今からちょっとまとまりもない俺のこのなんとなく思ったことをバシバシこう喋っていこうと思うんだけど、
ど、とにかくね、音楽が素晴らしいわけですよ。本当に、もう、なんだろう、スターウォーズ分かってる連中が作ってる音楽なんですよ。あ、もう本当に、スターウォーズみたいな音楽で、ずっとね。で、それがね、素晴らしいんですよね。本当気持ちが盛り上がるというか。で、これちょっと結構新しい試みだなって思ったのが、あのね、ゲームをクリアした後かな？後とかに、なんか、ゲームのそのメインメニューからボーナスみたいなのが、こう、解放されて、そっから、ゲームの開発のメイキング映像みたいなのが見れるの、これめちゃくちゃ面白くて、本当に結構ガッツリなんだけど、音楽のメイキング、キャラクターのメイキングとかいろいろあるんだけど、で、それがね、結構面白くて、あ、なんかこれっていいなと思って、最近のその、ゲームってすごく、作るのにコストかかると思うし、作り方っていうのが昔に比べてだいぶ変わってきたと思ってるから、まあ、そういうのもなんか見せてくれるのってすごい楽しいなって思ってて、まあ、なんかこれはやり方としてすごい上手いし、ファン向けのゲームとしてもすごくいい取り組みだなっていう風に思いました。でね、もうね、なんかストーリーの話をするとめちゃくちゃね、こう分かってんなみたいな、俺らがこのワクワクするポイントを本当に分かってるというか、あ、これがいいんやろみたいな、演出をしてくるわけですよ。で、それがいいんですよ。それがちょっとね、悔しくてね、なんか本当に心を、手の中で踊らされてるみたいな、まあそういう感覚に陥っちゃうんだけど、それでも本当にまあこれなんだよな、みたいな。これを待ってました、みたいな、展開だったり、とにかくストーリーに関しては、俺らを裏切らないから、スターウォーズ楽しめる人は、ぜひね、ストーリー、注視しながら追ってみてほしいと思います。まああと、本当にね、本当にすげえなと思う。すげえなっていうか、ファン向けにちゃんと作ってんだなっていうのが、このライトセーバーをね、改造したりできるんですよ。で、俺ライトセーバー改造ができるってなんか書いてあったから、なんか強化とかできんのかなと思ったらそうじゃなくて、ライトセーバーの持つ部分のデザインだとか、質感とかね、金属の質感とか、あと色とか、そういうの全部変えられるの。全然ライトセーバーを強化できるより嬉しいじゃん。そういうとこ結構凝ってんなと思って。で、なんか BD-1 っていう、いつもね、背中に乗ってる、まあ、ロボットがいるんだけど、まあ、そいつの、スキームを変えれたりだとか、もちろん自分の服装を変えれたりだとか、まあ、そういう、本当にね、なんだろう。細かいけど、ファンとしてはすごく嬉しいようなポイントがたくさんあります。で、まあね、さっきからすごいスターウォーズファン向けの話をしてるんだけど、多分このゲームスターウォーズファンじゃない人も全然楽しめる内容だと思うし、まあ、ゲームとしてほんと一つのシングルゲームのトリプル A タイトルとして、これはかなり完成形なんじゃないかなっていう風に思ってます。本当にこう赤道と同じでマルチの部分が削ぎ落とされたゆえに、すごくね、シングルゲームとして没頭しやすいような、本当に自分のことだけ考えてればいいんで、本当に自分のペースで楽しくプレイできるようなゲームになってるし、あとはその難易度も詰まったらまあいつでも変えられるしっていうところで、やりやすい、誰でもやりやすいゲームだと思います。正直そのアクションの部分では結構ネットでも赤道より面白いんじゃないって言ってる人もかなりいて、すげえものを、なかなかすげえものを作ったなっていう風に感じました。まあ、本当にね、10分ちょいで、ゲーム一本のレビューするのって正直無理なんだよね。もっと喋りたいことたくさんあるんだけど、本当は。まあ、そこは俺の力不足なのか、そもそも物理的に無理なのかちょっとわかんないけど、まあ、今後もちょっといいレビューができるように精進していきたいと思います。というわけで、スターウォーズまずジェダイフォールンオーダーのレビューでした。最後になりますが、こんな感じで、まあ、発売日を迎えたゲームを速攻で買って、速攻でクリアして、速攻でレビューしている、そんな、YouTube をやっております。まあ、もしね、この動画見て共感したとか、あと参考になったっていう人は、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。May the force be with you.